どうも、バンです。さて、こちら、ラジコン飛行機1号機の主翼なんですけども、前回の動画で、この1号機の STOL 化、つまり短距離離着陸化に、まあ、ある程度成功しました。短距離離着陸化って言ってもですね、まあ、実際にはですね、手でね、投げて離陸したり、でもほぼ墜落ばっかりしてるんで、離着陸というよりかはですね、ゆっくり飛んで、で、コントロールの余裕を持たせて、初心者向きにするという意図があるわけなんですね。で、さらに、ゆっくり飛ぶということをするにはですね、やっぱりフラップが必要であるというふうに思いました。で、これは FT シンプル株っていう設計図に基づいて作ったラジコン飛行機なんですけども、この FT シンプル株は簡単に、まあ比較的ね、パッとはいかないですけども、比較的簡単にフラップをつけることがね、できそうです。ね、方針としては、ここですね、エルロンの真ん中あたりでぶった切って、で、胴体に近い側はフラップ。で、胴体から遠い方側をですね、エルロンにするということですね。だから現状ついているこのサーボを、フラップ用にして、で、もう一個このあたりにサーボをさらに2つ増設しまして、これですね。増設して、で、そちら側はエルロンにすると。だから交換するわけですね、サーボを。ただ、配線がこの中の骨材ね、ここ、中にこう、骨材が走ってるんですけども、ここで、サーボがあるんで、こう、線が通せないんですよね。だから一遍サーボをぶち抜くか、もしくは線を迂回させなければいけないわけですね。まあ、その辺ちょっと、試行錯誤しつつ、作業をやっていってみようというふうに思います。それで作業開始。Thank you.
はい、どうもです。とりあえず守備よく、もともとつけていたサーボですね、これのグルーガンの剥離がうまくいきました。これはこのね、サーボの根元までグルーガンで接着していなかったのが功を奏しましたね。サーボってやっぱ消耗品で壊れるっていうイメージがあるんですよね。なのでここグルーガンで持って、ここもグルーガンで持ってと、まあ、両サイドもちょっと、まあ、補強しますけれども、それぐらいにしておいたっていうのがね、良かったんですね。でないと後ろもつけてたら、ちょっとこれも取るのはかなり厳しかったんじゃないかなというふうに思います。でそれをやらないとサーボの配線がこの下を通すことができなかったんですね。まあ、とりあえず第一段階突破ですね。まだまだね続きますけども、次回はコントロールフォンをね作ろうと思います。これね、素材がねちょっと必要なんですよね。シャンプーの箱であるとか、なんかプラスチックのそこら辺に転がってるゴミをね使ってコントロールフォンを作る必要があります。あとこれね、配線がえらいことになってきましたね。全部で12本ですね。これね、実は半分になります。ここで、ハンダ付けして、で両方まとめてっていうふうなことをね考えてます。あとはなとこかな。それでまあいけるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、とりあえず今回の動画はこの辺りで失礼いたします。ではでは。